どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は30代女性の方です。この時期になるとよく思い出すことがあるのでご相談させてください。友達の話で地域の中で有名な頭のいい高校があって受験の話です。仲いい同じ中学の A 君と B 君が2人で合格発表を見に行き、 A 君だけ受かってました。 B 君はかなりショックで2人で帰ってたそうですが、 A 君は話しかけられなかったそうです。どう話しかけたら救えるのかとのことですが、どう思いますか？まあ、あるあるですよね。多分どう話しかけても救えるもんじゃないと思うんですよ。多分話しかけないのが正解というか、そこでなんか、まあ、次あるし頑張れよって言われたらさ、なんか私立行って頑張れよとかっていう風に言われたとしても超腹立つじゃん。かといって、いや俺もあれ難しいと思ったんだよねみたいな感じで言われても結局腹立つじゃん。だからもうそれは何も言わないが正解ですよ。このままじゃシーンと2人で帰るのでいいと。だって B 君もなんか言えることでもなかったわけだしさ、B 君がそれでその場に気使ってさ、落ちちゃったけどこれからも友達でいてくれよみたいな感じでいてくれたら、言ってくれたら一番なんか A 君も過ごしやすかったんだろうけど、もちろん別にそんな今ね気使えるような段階にあるわけでもないのはわかるんで、だからなんか無理に励まさなかった A 君も A 君で正解だと思うし、でその後にその仲が続くかどうかっていうのは2人次第だからさ、それはもうどっちが悪いとかでもないから、もうそっとしておくっていうのがね、もうそれがベストだったと思いますよ。だってやっぱあったもん、私も高校受験の時、同じクラスの人とかもいたけど、やっぱ落ちた人もいたしさ、もうお互い、あ、番号あった、あ、番号なかったみたいな感じだったけど、まあそれでなんか気使って、まあ気にすんなよみたいな、これからもなんか友達いてくれよみたいな感じで言う人もいれば、ちょっとなんか放心状態みたいな子もいたし、まあそれでもなんかその後仲続く子もいれば、もちろんなんか学校が離れるからさ続かない子もいるしっていうのは、まあ必然なのかなって思うので、その対応一つでなんかちょっと浸透してしまったからっていうので友情が崩れるっていうわけでもないと思うから、まああとはもう2人の気持ち次第っていうところもあるし、なんかその B 君が接しにくいなって思って距離を置くこともあるだろうし、もうそれはしょうがないですよ。どういう風になったとしてもしょうがないかなと思います。まあじゃあ A 君ができることはもうやっぱり特にないと、何も間違いではなかったと思います。はい、はい、じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。